ってきた天然だったり出すんじゃ。はい、じゃあおはようございます。はい、今日はですね、五葉松の値上がりを10年かけて10年という10年越しなんですね。あら、すごく実は今日楽しみで、毎年毎年やろうやろうと思ってたんですけど、うん、やる時期がいつも逃してやるんですけど、もともと国風店で、はい、四国の五葉松の種を買ってきましてですね、苗の2年3年目ぐらいのやつを、全部植えて、まあ、もっと本数いっぱいあったんですけど、やっぱりどうしても傷んじゃってこれだけ密集してるんで、うん、まあ、五葉松のね、こういう株立ちはないっていう人いるぐらいで、やっぱり密集すると五葉松は弱いっていうんで枯れて淘汰されていっちゃったんですけど、はあはあ、これがだからもう7年ぐらい鉢の中で7年、ここから上がだから7年生だってことですよね。はあ、下に砂利をねいっぱい、石をいっぱい入れたんですね。石で石をいっぱい入れて、それをこう根が縫うように、して、そういう根毛を作ろうということで、本来こんなに風に太く作る予定なかったんですけどほっぽっといたんで太っちゃったって。だからまあ掘り起こしてみて、ただまあこれだけの距離なんでどうなってるかによって、まあ根毛にするか、それを根を幹にして上を同じような針金をかけてやるかということは、ちょっと開けてみないとどんな風になってるか分かんないし、思いのほかね何もできてないかもしれないんで、ちょっとそこら辺をやってみたいと思います。はい、はい、ということでこれをね少し先整理したいんですけど、ちょっと時間ないんでバラす方行きましょうか。はい、で本当ならこういう雑草をね先に取るんですけど、とりあえずバラしちゃうんで、さっきスミレが入ってたんだよな。あ、これ、うん、スミレ、これはね、これは厄介ですね。あ、そうですか。スミレはなんか下草に作ったる人いるんですけど、うんうん、こいつはどんどん飛んでくんで、はいはい、あちこち広がってきますから。かわいいですけどね。うん、かわいいですけど我々にとってはもう天敵ですね。あ、そうなんですね。さあ何が出てくるか、多分石は入ってるのは間違いないと思うんですけど、結構大きめのが入ってるんですか。ボロ土ですね。で本当はこれ先準備するんですけど、うんうん、おお、取れた、取りましたね。おお、こんな感じですね。切り竜とかこういうやつですね。こういうやついっぱい入れておくんですね。でも思いのほか結構赤玉もいっぱい入ってますね。うん、石をすごいいっぱい入れたイメージがあったんですけど、でも7年前ですね。7年前です。毎年、うん、やんなきゃやんなきゃと思いながら、もうこんな太っちゃったんでね、うん、本当は細い葉のひょろひょろっとした、ひょろひょろっとしたね面白い根毛のやつを、はいはい、四国の方の方で作ってる方いるんですけど、はいはい、それを目指したんですけど、もうこんな太っちゃったんで下の方まで行っちゃってますね。もう絡み合っちゃってる。絡み合っちゃってるし、五葉松をこんな風に土取っちゃって大丈夫かっていうちょっと心配はありますね。そうしないと取り出せない。取り出せないですね。全部バラしちゃうかな、一回。切っちゃうとね、ちょっともったいないんで。うん。はい、思いのほかあんまり、うん、どうです狙った根ができてないかもしれない。ああ普通の根が、普通のが出てきました。普通のが出てきました。ああいまいちかな。なんか結構太いの。これがね、これが幹が細きゃかったですね。でも7年でこんなもんなんですね。こんなもんなんですね。ギャラリーがたくさん。ギャラリーがたくさん。ちょっと前振りがちょっと派手だったんで。ですけど、思ったほど、今んところ面白いのがないっていう、残念ながら、7年越しの。四国の方のか、よくほら、竹の中にね、石入れて、一本で作るとか。それもあるんですよね。一本ずつ作るとき、竹の中に石いっぱい入れて、うん、そうそう、それの方が正解だったかもしれないです。これいっぱいでかいはずやっちゃったから、普通の模様着の植え替えになるかもしれないですなそうなっちゃったな。そうなっちゃうなこれだって同じですからね。これ同じ種の、うん、同じ同級生なんですよね。
本当はこういうのも目指したんですよね、はいはい、これで根がガリガリガリって、あ、まあ一応それでも三つ股に三つ股にならないようにはしてきてるんですね、まあ、そうですね、必ずこう二股で作るようにだけはずっとしてたんで、そのぐらいの細さならここからどうにでもできそうな、そうですね、そうですね、その隣の太いやつはちょっともうどうしようもないですねどうしようもないどうしようもない、でも癒着はしないんですね、やっぱね、ああそうですね、雑木はね、楓とかモミジとかは癒着しますけど、思いのほか面白い根がない両思いだと思ってたら片思いだった片思い、うーん、1個ぐらいなんかね、もうちょっとあ、これこれっていうのがあれば、7年経ってこのやり方じゃダメだっていうことが一つ勉強になったっていうなかったですね、ダメだね、あ、ギャラリーがすごい勉強会だけど勉強にならなかった、ダメだったっていう、このやり方じゃダメだったっていう、やっぱ一鉢一鉢でさっきやっぱ竹筒ですよね、逃げ場をなくしてってことですか、そうそうなんですよね、そうすりゃ一つの中でね、行ったんだけど、これドバチで作ったから、なるほど、根が四方八方に寄っちゃったって、無理やり根芸作ってみるかが、無理やり作れるね、無理やり根芸を、なおかつこれだけばらしてますから危険性も高いんですよね最悪の状態かもしれない7年待ってそれはちょっと悲しすぎます、悲しいですね、うんだなどうしよう、この中から1本選びますか、とりあえずばらし終わったんですけど予想外に面白い根ができてないんでどうすっかなっていう、まあ、普通のもこのまんま、まあ、普通の模様切りですよねこれね、ちょっと根切れができそうなやつをちょっと探してみましょうか、これできるかな、これ1個どういうとこ、宝の山だな、宝の山だけど宝がないんだよね本当にがっくりだなショックを受けて、ショックですね、ちょっとこれを見て、自分でもやってみたくなりました、ああはい、だから1個の鉢でやった方がいいってことですよね、こういう深い鉢に砂利を入れて作った方が、要は根が逃げちゃうんですかね、もうねないところに、あの先端にこういうのがどんどん伸びていっちゃったから楽しちゃったってことですよね、はい、なるほど、選抜ですね、選抜、そしてギャラリーは誰もいなくなりましたなんだみたいな感じ、まあ、動画的にはもうすでに面白かったんで大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫ですか、ちょっと思いのほか私もショッキングなんで7年何待ってたんだろうと思うとちょっと遊んでみましょうかって感じですよね、まあ、あとは今度この中で鉢の中で今度こういう根を面白く作っていくしかないんで、はい、もうこれをどうするのかが僕は今まだ分かってない、もうとりあえずその最大限根に合わせて幹を曲げて、で根を出させる、そうですね、根は少し出したいぐらいですね、で五葉松の針金掛けももう今時期が限界、そうですね、で本来はやんない方がいいのはこれ間違えて置っかえちゃう可能性があるんで、うんうん、まあでもこういう多少なりともこういう変化が、こういう変化ですよね、うんうん、こういうところのね、これはそのまま活かせるんで、これをさらに太らせながらだんだんこう根を上げていくような格好になると思うんですね、毎年毎年根上がりの作り方ってことですか、ああそうですね、まあそこまで完成してないんで何とも言えないんですけどそんなとこまで針金かけですね、でもそうですね、これぐらいまでしといて、もうここら辺は、うんうん、もうあとは感性の話なんで、ちょっと県外っぽい感じ、そうですね、県外っぽい形で、あんな木だったけどここまでこうなるよっていうぐらいの、うんうん、だ相当過酷な作業をしてるんで、うんうん、これがこの量、まだまだ1日かかりますね、今日できないですよね、もう置き場も困るんじゃないですか、置き場も困りますね置くとこはありますかね、なんか
面白くなってきた。うん、面白いかもしれないですね。ね、ちょっとこんな風にしましょうか。金貝じゃなくてね、うん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 、ちょっとこの根を生かしたいんで、はいはい、こうした方が面白いんだけど、この根がもったいないんで。この根ですからね、これ入れなくちゃいけない、この中に。あんまりやっぱり切らない方がいいんですね。ですよね。うん、だから根も切らないですよね、これも。漂白類はっていう。そうですね。こんだけ普通五葉松で根をね、さばいて洗っちゃうと、そもそもがかなり厳しい仕事してるんで。なるほど。欅の時はあんなにバッサバサ切ってたのに。ね、どうですかね。いやでも。なんかね、なんとなくそれらしく。うん、かっこいいですよ。根がなんかこういうちょっとね、こういうようなやつとか、うんうんうん、はい、もうちょっと今度掘り起こしてみてですよね。今ちょっと深く植えちゃったんですけど、はい、こういう中の根とか、うんうん、この辺がね、こういうのできてくるとっていうところですかね。うん、いい感じですね。ですかね。将来楽しみに。楽しみですよね。うん、あとあとこれ。いっぱいあるんで、はい、どうするか。あと2、3本はまともなのができるかもしれないですけど。そうです、はい、もう反対も面白いかもしれないです。逆。逆。いいですか、もう一本。もう一本だけ。一個目は。一個目はなんかかっこいい感じ。それなりになりましたね。ごまかしごまかしで。日によってね、作り方が違うと思うんで、はい、センスが問われるって一番嫌なんですけどね。でも本当ここの今、掘り出したやつをいろんな人が作ったら、それぞれね、違うでしょうね。違うものができるから、ね、うんうん、面白そうですよね。文鎮に作ろうかとかね、うんうん、普通に模様銀作ろうとか、どうにもできちゃうんで、はいはい、続いてはこれですね。ちょっと太めの。さあ、じゃあ皆さんどうしましょうかっていうことなんですけど、うん、まあこういうふうにやるのも一つありますよね、はい、こういう感じで、うん、で、もう一つはこれをこうして、こう外に出させてやってみても面白いかなと。取っちゃってもいいんですよ、これ長いからね。シャ、はいはい、ーってもいいんだけど、これもったいないんですけどね。もったいないんですけど、これよりこれが太ってるんで、うんうん、これが頭にするとこれが枝になって一番太くなっちゃう、こういうのよりも、はい、なんで、まあこれはね、まあ、こういくとこれ下向いちゃうんで、はい、これ取んなきゃいけないとここが長くなっちゃいますから、まあこういうふうにしてこれを上にして曲げてみて、うんうん、ここで切りましょうか。はい、そうですね、この辺で曲げれるといいですね。この辺でね、ちょっと針金を。でまたあれですね、うん、これで少し鉢固定するんで長めにしときますね、はい、アルミ線の理由はあるんですか。やっぱりちょっと銅線だと細く食い込んじゃうと思うんですよね。アルミ線の方が太いんで、まあ、食い込みづらいってことですよね。うん、まあ、面積は今、ね、3本かけたら。そうですね、あら柔らかいんですけど結構効くんでね、うん、アルミ線ね、最近私使うようになってきましたね。あ、そうですか。一般の人はアルミ線しか持ってない人も結構、うん、とかね、銅線買ってたら結構ガチ勢な感じですよね。そうですね、なんかね、イメージですよね。何かっこつけてんだよみたいな。かっこつけてる、ね、かっこつけてるわけじゃないんだけど。通るかな、通るかな、これあれ、取んないかもしれない。あ、取った、取った、止めちゃうと、はい、お、値上がりにして、値上がりで、あ、希望の値上がりじゃないけど違う値上がりができましたね。頭はね、これちょっと起こしたいんですけどね、本当はね、うんうん、はい、上に根が太ってきたら面白いですよね。そうですね、うん、でもこのままだと、うん、ちょっと調子が、そうですね、これだと根が育っていかないんで、うん、あのこの後水苔を、はい、ただ
こんな風に湯気がこんだけね根が出たんで、うん、そうですね、ある意味あのある意味あの根気作りっていう意味ではちょっと無理無理ですけど、私の希望したとは違うんですけど、うん、でもこの辺の、ええ、こうこれはそうなのかもしれないですね、もしかしたら。そうですね、うん、ぶつかってできたんですよね、こういうのも ね、こういうとこですよね、うん、こういうのはやっぱり見どころになると思いますよ、太ってきたら。なるほど。またあのこれ入れたかったですねこれあの入れるの忘れたんですけど、これはちょっと盆栽世界さんに、お願いして入手したやつなんですけど、これを、先ほど入れましたダメ先ほどこれちょっと動画撮れてないかもしれませんけど、これが中に入ってましたと。入ったぞはい、無理無理ですで、このままだと根が枯れて死んじゃう可能性があるんで、水苔をやります。これは保湿の意味ももちろんあるんですけど、根を太らせることができるんで、あのよくこういう根上がりの細い枯れそうなやつはやるんですけど、よくなんかあのペットボトル使って根上がり作ったりとか、ああそれもありますよね、うん、そういうのもありますね。それも結局根を上げた根を乾かさない、そうですね、ダメですよね。はいはい。ケト土でもそうすると下に水がいかないから、うん、ケトだと硬いんでね、結構前ティッシュなんか巻いてたやつもありましたけど、はいはい、あそこにね1本あると思うんだけど、あったんですね。あ、これたまたまやってたやつですね。値上がりで、で逃げちゃうんでこうビニール巻いてたんですけど、まあビニールでもポットでも構わないんで、うんうん、乾かさないですね。週なんで網を止めるのもこんな風にして、これ入れるんですけど、ぐーっと入れて、今鉢に刺したんですか。そうですね、ぐーっと刺して、長かったで、こうやって折ってあげると、そうそれで固定してあげると、3箇所、4箇所ぐらいですかね。あれ1本どっか行っちゃった、まあ、こんなやり方もありますってことですよね。勉強になります、はい、水もね普通にあげれるし、こぼれないし、いいですね。そうはい、こんな感じで培養していけばこれで完成ですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、あと頑張りますんで。じゃああとこんだけあるんで1日かけて頑張ります。頑張ります。ということで、はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。このガクッとね、ね、この頭と落ち枝と、うん、またこれもここのね傷めないように、まあ枯れてもいいですけど一応水苔跡で巻いてます。はいはい、はい、でもこの上の根がなくなっちゃったらちょっと寂しいですよね。まあね、うん、あとゲーとしては面白いですね。そうですね。